はい、第13回、グラフから道のり、速さ、時間を考えるです。ここはこのように、グラフから、この速さ、道のりなどを読んでいきます。利用するのは、この三角形ができる部分ですね。そして軸に対して2つが分かっているもの、これを主に利用します。と、括弧1、陽子さんの速さは分速何メートルですか。まずポイントは分速であることですね。つまり1分間にどれだけ進むかとれますので、まずはどこが分かるんですね。この2つが分かっています。ただメートルなので分速何メートルですから、分とメートルを使います。ですからこれはこう直しておきましょう。すると、この距離を6分で進んだので、こうですね、分速は120メートルとなります。そして括弧の2、同じ速さで進んだとすると、コンビニまで何分かかりますか。この 1.2 キロ、これがコンビニですが、これも1200に直しておきましょう。はい、時間を出すには距離割る速さ、距離割る今出した速さ、これは、分が出ますね。もう速さ、参考式はもうここまで来るので、十分分かっていると思います。ですから、あえてここでは説明しませんけども、一応、速さを出すには距離割る時間、時間を出すには距離割る速さですね。この公式はきちんと頭に入れて実際に使えるようにしておいてください。あとは単位、これを絶対に間違えてはいけません。必要な求めるべき単位で計算をしていきましょう。